昭和自転車の魅力の泊丸大地です。ついに始まりました片倉シルク号レストア企画、昭和自転車の魅力の中で今回一番最初の第1号車、動画の中でのレストア第1号車片倉シルク号、ちょっとね現状を見ていきたいと思います。まずはフロント周りから見ていきたいと思います。片倉シルク号のエンブレム、風切りですね。かっこいいですね。シルクと文字が入ってますね。筆記体ですね、片倉シルクの文字は。で、何か翼を持った飛行機、もしくは鳥のようなものをモチーフにしたようなものかな、が風切りになっています。ヘッドマークもかっこいいですね。片倉シルクのマークですね。シルクの文字がここに1箇所と、もう1箇所シルクと入っています。こちらがちょっと見にくいんですけど、片倉と入ってますね。で、メッキが剥がれかけていますが、こちらが砲弾型ライトです。メッキは剥がれかけているんですけど、ライトのレンズは割と綺麗な状態です。この時代はプラスチックではなく、ガラスに近いようなものを使っているので、曇りなどはありません。ロッドブレーキのロッド周りは、割と錆があるところとないところが、分かれてますね。で、ロッドの棒は割と程度がいいですね。こっちもなんかちょっと錆落としで落ちないかなってぐらいの、多分錆落としでなんとかなるかなってぐらいのレベルですね。こちらもね、出会った時は本当に綺麗なメッキと、塗装もね、こんなにしらっちゃけてなくてピカピカだったんですけど、この泥除けもね、一番ショックですね。泥除けこんなに色が落ちちゃうんだってぐらい色が落ちちゃってます。フォーク周りもだいぶ錆が出てきてしまっています。あんなにピカピカだったものが、6、7年でここまで劣化してしまうのかと思うと、やっぱりこの自然の力ってすごいんだなと思います。ハブ周りもだいぶ錆が出ています。錆の落としがいがありますね。で、ハンドル周りは割とメッキが良かったんでしょうね。程度がいいです。で、この辺りプラスのタイプのネジを使用しているところを見ると、割と年式は新しいのかなと思います。推測すると昭和40年代から50年代の車両になるのかなと思います。フレーム類見ていきましょう。こちらもね、だいぶ錆が出ちゃってます。確か6、7年前に出会った頃って、ここにこの辺りだったかな、白の文字でね、片倉シルクっていう、プリントじゃなくて、シルク印刷が入ってたんですけど、それもちょっと剥がれてなくなってしまっています。残念です。で、ここもちょっと錆が出ちゃってます。なんかちょっと一瞬ね、事故車かなっていうことが頭によぎったんですけど、ただ塗装が剥がれてるだけみたいです。事故車だとここがぷっくり膨らんでたりとか、ちょっと触ってなんかおかしいなっていう膨らみがあるんですけど、そういったものはないので、ただ単に塗装が剥がれただけなのかなと思います。そうであってほしいという願いも込めて、そうであってほしいですね。で、トップチューブはなんだかわけのわからないテープが貼ってありますね。これ多分骨董屋さんの店主が貼ったものなんでしょうけど、ここ多分足が乗る時に足が当たるからフレームに傷が入らないようにつけてるんでしょうけど、これ剥がしたら塗装も一緒に剥げちゃいそうで怖いですね。でもね、ちょっと剥がさないことには始まんないかな。だいぶこちらのテープも劣化してますね。なんかちょっとバリバリ言ってますね。こちらも剥がしていきたいと思います。で、ショックの大きかったこの革サドル、これ出会った頃って油が塗ってあって
なんか艶もあったんですよね。まあ太陽の光もそうなんですけど、雨などもね食らっちゃって、もうだいぶ傷んじゃってます。これね直せるかなとも思ったんですけど、この辺り欠品も出てきちゃってるので、ちょっと厳しいかなというのも、まあ部品交換になるか、それともこれを直すか、ちょっと今検討中です。でもねこのシルクのマークが残ってるから、なんとかねこのマークは残してあげたいなという気持ちはあります。荷台は割と程度がいいですね。これ欠品しなかったのがラッキーですね。リフレクター反射板ですね。アルミのタイプのものがついてます。なんかちょっとやっぱ仕上げが高級感ありますね。でホイールですね。ホイールにもなんかツタが絡んじゃってますね。これね置いてあった場所が草むらの駐車場だったので、まあ、その骨董屋さんの駐車場の裏ですねにずっと置いてあったので、引き取り行った時は草に埋もれてました。まあなんだろうな、こういう見るとやっぱ悲しくなっちゃうな。でチェーンケースですね。チェーンケースもだいぶ錆が回っちゃっています。ここもね結構出会った頃って 黒地に白で、まあ結構ねいろんなロゴが入ってたんですよ。ここもちょっと読みづらいんですけど、スーパーデラックスって書いてありますね。でシルク、これなんて書いてあったんだろう。でこっちもなんかこのいろいろ文字があったようなねことが伺い知れます。で割とショックがでかかったのがこちらですね。チェーンケースのこのクランクカバー、出会った頃あんなにピカピカだったのに、なんかこの無理やり外そうとしたような感じですね。歪んじゃってます。叩いて直せるかなといったレベルですね。でもなんでこんなとこへこんだんだろうな、何かぶつけちゃったんだろうな。でクランクです。でクランクもあんだけ綺麗なメッキがしてあったけど、だいぶ錆が浮いちゃってます。でもクランク自体はしっかり動くので固着などはないですね。まあその点は本当にラッキーだなと思います。でコッターピンの頭が欠品してますね。多分ぶつけて割っちゃったんでしょうね。なんか割れたような跡があります。まあでもこのピンは新品に変えちゃうのでいいかなと思います。むしろ抜けるかが心配ですね。コッターピンは現在も割と手に入る部品なんですけど、まあ、だいぶもう数は少なくなってきていますね。まあ、僕の場合問屋さんから直接仕入れてるんですけど、1本100円ぐらいです。でもまあ本当にこれからあと10年20年したらちょっと値段が上がっちゃいそうな部品ですね。もう本当に作ってる会社がないんでね。でこちらはやっぱ軽快車らしいペダルですね。実用車のものとはちょっと違うタイプの、割とスポーティーなタイプのペダルがついています。でホイールですね。ホイールは割と程度がいいというか、持ってきてすぐ磨いちゃったんですよね。まあスポークの欠品などはなく、いい状態です。ちょっとね筆が出てるかなってぐらいですね。でタイヤは耳付きではなくダブルオータイヤ、まあ、ビードがある普通の現在のママチャリと同じタイヤを採用しています。これ多分ここ見て自分がこの最初実用車かなと思ったんですけど、持ってきてみて気づきましたね。これ軽快車でしたね。劣化は進んでますね。こう見るとまあ悲しくなっちゃうようだけど、これが現実なのかなと。やっぱりこう6年7年って月日の流れは残酷ですね。
というような形で今回も実用車見てきました。次回から実際に作業に入っていきたいと思います。それでは皆さん、次回もお楽しみに。